日々思うことを語る今日の一言。今日は稽古日でした。朝10時から始まって夜8時頃まで一、えー、日稽古をしたんですけれども、えー、おととい三者祭という、えー、ちょっと激しく動く、えー、踊りを舞台で踊ったのでその疲れが出るかと思って、えー、翌日である昨日日曜日は一日 おお休休み、み稽古はお休みにしましまで、えー、今日の稽古だったんですけれども、えー、一つ大事なことを忘れていましてこの年になると疲れは翌日ではなく翌々日以降に現れるということこれを私はもう本当に23年前からすごく感じるようになっているのにもかかわらず いつもそれを忘れて、えー、何か踊った翌日休んで翌々日から活動をまた始めてしまう。ということで、えー、今日も一日稽古をして、えー、もうこの時間帯になるともう足が全部パンパンになって、えー、ちょっと大変なことになっております。なので今日はここまで。ではまた。